ルートビヒディルはドイツの画家であるミュンヘン分流派の創立メンバーであり、後に会長も務めた。バーデンビュルテンベルク州のゲルンスバッハで、バーデン大公国の役人で、詩人、音楽家でもあった同盟の父親、ルートビヒディル、またはルイスディルの息子に生まれた。はじめ建築家を目指して、シュトガルトの専門学校で学ぶが、 1874年にミュンヘイン美術院に移り、カール・フォン・ピロティや夫を在日に学び、風景画を学んだアドルフ・ハインリヒリアーから影響を受け、風景画を描くことを選んだ。いろいろな場所を旅して絵を描き、ベネツィアがお気に入りの場所となり、海岸の風景や船などをよく描いた。1892年のミュンヘイン分離派の 創立メンバーとなり1894年から1899年の間は会長を務めた。ダッハウの近くの村に美術学校を開いた画家のアドルフ・ヘルツェルと親しくなり、ダッハウ地域の沼地や小川の景色に惹かれるようになった。1896年にダッハウに家を買い、ヘルツェルやアルチュール・ラング・ハマーらとダッハウ芸術家村を形成することになった。 1899年にカールスルーへの美術アカデミーの教授になり、1919年まで教授を続けたが、夏はダッハウで過ごした。ルートビッシュトルベルクのチョコレート会社の風景画カードのための風景画の応募作品の審査員も務めた。最初の妻を亡くした後、1909年に画家のヨハンナ・マルブルク、ジョアンナ・マルバーグと結婚した。 1936年にダッハウの名誉市民になり、90歳になった1938年に生まれ故郷のゲンツバッハの名誉市民になった。ありがとうございます。